南関東勢はこちらも動きを見せまして、5番友江直也、2番新田康人、7番春日隼人、抑え合いとなりましたが、4番北野を叩いて5番友江直也先頭、友江、新田、そして春日と南関東勢出まして、中段キープとなったのは4番北野義晴、3番赤塚優斗です。後方に下げました1番寺沼正彦は6番手、先頭5番友江直也、厚みのある南関東ライン率いて5番友江が最終選考、残り1周切ります。中段4番北野義晴4番手、そして一旦動きを見せた1番寺沼は6番手の状態続いています。5番の友江が先頭だ、番手は絶好となって車間を切り始めた2番新田康人、そして7番の春日隼人、6番手外から内に今度は1番寺沼正彦、コースを変えて4番北野の後ろ、3番赤塚はさあこの動きに翻弄されています。先頭5番の友江から変わった2番の新田康人、追いかけて4番北野義晴、新田康人、北野義晴並んでゴールイン、3着に1番の寺沼正彦です。